マイナンバーカード健康保険証は課題ありと文句つける立憲民主党。今朝、河野デジタル大臣は2024年度秋に現在の健康保険証の廃止を目指す。現在の健康保険証の廃止を目指すと発表しました。今後保険証はマイナカードと一体化するとの方針。カードの取得は実質義務化されることに。立憲民主党の泉健太代表は14日の記者会見で、現行の健康保険証を原則廃止し、代わりにマイナンバーカードを使う政府方針をめぐり、カードを事実上義務化する方針に持たない人が不利になってはいけないと懸念を示した。公明党の石井啓一幹事長は義務化や個人情報流出への不安の声があるとして、マイナ保険証の普及にはカード自体の利便性と安全性への国民の理解が不可欠だと強調。カード発行の事務を担う市町村への支援も検討するよう求めた。公明党は推進について実務上の配慮を要望しているので補足見解だと思う。問題は持って回ったような立憲民主党の言い立てだ。マイナカードは日本国民なら義務化されている。行政が普及を主導している。半島国などにおもねり大左派政党だから、例によって非日本人に対する差別があってはならないというのだろう。矮小なことだと思う。どこの国の政党かね。世間では不慣れもあって疑問も。便利だと評価する声がある一方、紛失した時なんかにどうすればいいのかなという漠然とした不安があります。安全面を保ってて運用ができるかっていうのは一般の人になかなか分かりづらいところもあるというか、今まで持ってなかった人については何かしら強制感はあると思います。任意任意って言いながらやはりもう任意じゃなくなって、日本国籍を持っていても自分で持たないと選択した人が不利になるのは当たり前ではないか、懸念は自分勝手な言い分だと思わないか。議論し決定したことに逆らうのはだだこね、民主主義とはそれを許さない仕組みだろう。2年前の国会質疑で立憲連合議員、そもそもマイナンバーの目的は何ですか、と高市総務大臣に食ってかかった。高市氏に民主党政権の時に作られた法律で解散の時に一度廃案になり、自公政権になってから民主党とも話し合い作っていただいた。目的については連合委員の方がお詳しいかもしれませんが、と一蹴された経緯を忘れたか。あの悪夢の民主党政権の時にあんたらが言い出した制度を与党がやると反対するってことは、日本の邪魔をしたいだけって白状しているようなもの。泉健太代表、もう少しお行儀よくされたい。お聞きいただき感謝申し上げます。